寺田が寄せてその後ろ鈴木、河合が抜け出す、マイナス、決めた、最後詰めたのは西岡大志。栃木の、ね、プレスも良かったんですけど、はい、それをかいくぐって河合選手フリーになりましたよね、それで、まあ、本当シュート性のどっかに当たれっていうクロスですよね、それを西岡選手も体でねじ込みましたよね。ユンヒョン触って弾いたボール詰めた西岡、はい、そうですね、もうこれもクロスが強かったっていうのが